私は気分がいい日、なんだかうまくいかない日、時間を乗りこなしたり、時間に振り回されたり、ご機嫌なこと、時には落ち込むこともあるけれど、自分で自分を持ち上げて、自分の世界は自分で広げる。そんな私に力をくれるのは、いつも変わらないプラチナのまっすぐな輝き。私は前を向いて歩いていく。本当の私、輝くプラチナウーマン。いい時もあんまりな時も、どんな時も「プラチナのまっすぐな輝きはいつも私に力をくれる」「本当の私輝くプラチナウーマン」。プラチナのまっすぐな輝きはいつも変わらず私に力をくれる。私は前を向いて歩いていく。本当の私、輝くプラチナウーマン。
撮影の一番初めに自転車に乗って、まあ、通勤かなしてるシーンがあって、なんか個人的に楽しかったです。あんまり普段撮影じゃないと自転車乗らないの で, です、ね、高校生の時が、自転車通学だったんで、もうガンガンその時は乗ってたんですけど、お仕事やってからもう全然乗ってなかったんで、久しぶりになんかこう風を感じながら外で撮影できて、なんかすごく息抜きになりました。いや、初めちょっと不安で、あとサドルが高いタイプだったから、それもあんま乗ったことなかったけど、だん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 慣れてって楽しかったです。何してたんですかね。多分普通に大学に行って、なんかどこかの会社に勤めていたのかなって思います。会社員かなって。負けず嫌いですかね、多分。ライバル心はあんま燃やさなくて、結構自分に対しての負けず嫌いが多いんですけど、なんか、でそれをあんまり、なんだろう、ひっそりとした負けず嫌いあったりするので、そこは変わらないんじゃないかなって思います。で物事にもよるんですけど、誰かと自分を比べるとかいうよりも、結構、自分とのそれでいいのかなとか、それとか自分に問いかけることとかの方が多い。めっちゃ生きてると思います。多分周りにいてくれる方々のおかげで、なんか自分らしくいられるんだなってことはすごく思いますね。やっぱ、どんな方がそばにいるかでによって、ちょっとなんだろうな、普段の自分はあんま出せないとか、なんかこうかしこまっちゃう、それでちょっと気疲れしちゃうみたいなことも、なんかそういう方も多いかなと思うし、まあ私も全然そういう時はあるので、けどやっぱこう心を許してる人とか、なんか信頼できる人とかが近くにいてくれることで、より飾らず自分のままで振る舞うことができるんじゃないかなと思うので、なんか、自分だけで自分らしくいるっていうよりは、なんか周りの人がいるからみたいな、なんか出せるっていう感覚に近いかもしれないです。なんかこう前向きで芯のある、芯の強い女性っていうイメージかな。今つけてるこのピンキーリングのデザインとかすごい好きです。結構シンプルめな感じの。仕事の日はそのなくしちゃうのが嫌なので、もう仕事の日はつけないですね。休みの日とかですね、つけるのは。この撮影期間の中で、なんか鏡で自分見た時とかにすごい新鮮で、やっぱこうネックレスとかもちゃんと映えるように、ちょっと首元開いた衣装とかが多くて、ジュエリーに合わせた衣装も新鮮だし、
そう、ジュエリーつけてる自分もなんかなんだろう、ちょっと大人っぽく見えて、あんまり見たことない感じの自分が見れたから、そう、嬉しいなって思いました。理想はなんかもう普段使いできるようなのが理想的ですけど、あの職業柄職場に着いたらすぐに着替えなきゃいけないので、こうなかなかあれだから、お仕事じゃない日、お休みとかでなんか友達と会う日とかにつけれたらいいのかなと思います。苦手なこととか、ちょっとできるか分かんないなって思うことでも、今のうちにどんどん挑戦して、いっぱい失敗してもいいかなって思うので、そういう挑戦は一つ一つなんかやっていきたいなって思います。私結構毎日楽しく過ごせてるので、この感じを続けていけるのが一番いいのかなと思います。どうしたいとかはそんなになんかあんま思わずがいいかなって。